小玉義雄邸セスナキ特攻事件とは、1976年3月23日に、右翼の男が小玉義雄の指定に小型航空機で突入し、いわゆる特攻攻撃を行ったテロ事件である。別名を小玉義雄邸セスナキ自爆事件とも言う。なお、攻撃に使われた機体は、パイパー射精 PA-28 機。特攻に使われた、 PA-28 から140の同系機右翼の男が、小玉には天柱を下すべきと考えて、小玉の指定に小型飛行機で突っ込んで、乗り物による突入攻撃を行った事件である。攻撃された小玉義雄は、大物右翼でフィクサーと呼ばれていたのだが、アメリカ合衆国の航空機メーカーのロッキードの秘密代理人として暗躍しており、全日本空輸に、 ロッキードの旅客機を購入させるために政治工作したいわゆるロッキード事件の首謀者の一人であった。そのため事件の中心人物と目され衆議院で承認喚問が行われるはずであったが直前に病気を理由に出席しなかった。なお、小玉は脱税などにより3月13日に起訴されていた。そうした中、 東京都世田谷区と驚きにあった指定で西洋中の3月23日午前9時50分頃、右翼のポルノ俳優の前の総一郎が操縦する PA-28 から140型機が自宅に突入し爆発炎上をした。この火災で小玉邸の2階一部が累傷し、家政婦が負傷したが別室で就寝していた小玉本人は無事だった。突入したのは 東京都の調布飛行場を離陸した2機のうちの1機で、直前まで機長とカメラマンら3人が登場した、セスナ 172M 型機と、変態飛行をしており、新宿上空で JA3551 機の写真撮影を行っていた。その撮影を終えたキットに突入したものであった。この機体の残骸から操縦士の遺体が発見されたが、航空事故ではなく、 覚悟の特攻という自爆テロ行為であった。この行為に対しアメリカのメディアは、最後の神風などと報道した。当時、小玉が経営する企業の役員を務めていた、ひよし修二によると、私が行った時はまだ飛行機が庭先に突っ込んでいて、操縦士というか、なんとかさん特攻隊の真似をして、そのままうつぶすように死んでる奴を見たと話していた。攻撃を実行した人物は、 前の三ツ安といい、小役出身で映画、野良猫ロックに出演し、また日活ロマンポルノに、前の総一郎の芸名で出演していた俳優の男だった。前の三ツ安は、右翼思想の持ち主であり、三島幸夫にも浸水しており、右翼の運動家であった小玉を、少し、前まで、尊敬していた。ロッキード事件に絡んで、小玉が起訴され、マスコミなどの調査、 取材によって小玉がやらかしてきた本当のこと、様々な罪状が明らかにされ、小玉という男が、前野が思い描くような民族主義的な思想家ではなく、極めて利己主義的な、いわゆる、利権屋なのだ、という事実に気づかされた前野は、小玉に騙された、そして深く裏切られたと感じ、怒り、天中を下すべきだとの結論に至り、攻撃に及んだものであった。前野は、 調布飛行場から午前8時50分に離陸したが、その前に映画のためと言って記念撮影をしており、その際に神風特攻隊の特攻服を身につけていた。また、離陸時には七尾報告と書かれた日の丸の鉢巻きをしていた。彼は特攻直前最後の無線通信では天皇陛下万歳と叫んでいた。前のは事件前に、 犯行計画を知人に話していたという。また、警視庁は、背後関係はなく前野の,の単独犯と断定した。事件後、保険会社から三千万円マイナス四千万円ほどの保険金が下りた。事件当時、住宅は脱税で差し押さえを受けている状態であり、保険金も差し押さえの対象となるものであったが、東京国税局は、家屋が劣化することを避けるために、 保険金は修理のためだけに使うとの条件をつけて差し押さえを見送った。もっとも家屋の修理費は総額6000万円前後と見積もられており修理代金の全てを賄うことはできなかったと考えられている。ありがとうございます。